北陸山椒魚は、有モ木山椒魚か山椒魚俗に分類される、有魚類。日本固有種模式標本の産地は、白石。オス 10.8cm、メス 10.1cm。体側面に入るシワは、左右に12本ずつ。オは、側辺するが、顕著ではなく、オスでもヒレ状にはならない。上額中央部に並ぶ葉の列はやや切れ込みの浅い、アルファベットの、 言うや、不意事情。死死は、やや短く、胴体に沿って、前肢を後方へ後足を前方に伸ばしても、0.5からにあばら条文の隙間があり接することはない。後師の後は5本。卵納の表面に入るシワが不明瞭。オスは、背面の色彩が黒褐色。メスは、背面の色彩が高褐色で、不明瞭な反紋が入る。1971年に、 石川県で発見され、1982年に富山県でも発見された。繁殖地に隣接する紅葉樹からなる二次林、杉からなる人工林に生息する。陶器以外も活動すると考えられているが、繁殖期を除いて見られることは少ない。倒木や岩石の下落ち葉の下などで生活する。標高250メートル以下の低い山の裾や、 丘陵に生息する。湧き水や水たまり、雑木林などで繁殖し、そこからあまり移動しない。食生は動物食で、接触動物、軟体動物、関係動物などを食べる。養生は接触動物、関係動物などを食べ、共食いも行う。繁殖様式は卵生。堆積物が多い水中で産卵する。 1>, 1月下旬から4月上旬に、林園周辺の池や、水田の溝、林道の側溝などで、水中の石や落ち葉、木の枝、穴の中などに26から148個の卵を、1体の卵籠に包んで産む。卵は3月に孵化する。妖精は6から9月に変態し、妖体になるが、妖精のまま越冬し、翌年の春季に変態する個体もいる。オスは孵化後4から6年。 メスは孵化後から6年で生成熟したという報告例がある。白石では土砂崩れによる繁殖地の消失、渇水による鳥類による卵の捕食の増加、水質汚染による卵の死滅などが報告されている。七尾市のある繁殖地では速攻に散乱しているが、ゴミの投器による水質汚染が懸念され、旧立ツ浜町の繁殖地であった池が整備された。 ことにより繁殖数が激減しほぼ壊滅している。ペット用の乱獲、人為的に移入されたアメリカザリガニによる陽性の捕食などによる生息数の減少も懸念されている。白衣市では市の天然記念物に指定され繁殖地を増設するなどの保護対策が進められている。絶滅危惧アイビー類ありがとうございます。